こんにちは、怪物くんチャンネルをご覧の皆様、内藤大輝です。昨日のワンチャンピオンシップ、ワンメータイのフライ級のワールドグランプリなんですけど、初戦敗退ということで、負けてしまいました。本当に日本からたくさんの応援をありがとうございました。スーパーレック選手、強かったですし、本当に日本を代表してこう出させてもらって、勝つことができなかったのは申し訳ないなって感じなんですけど、へこんでてもしょうがないかなっていうのもあるんで、また一からちょっと自分をまた強くしていこうかなと思ってるんで、また期待してください。はい、うん、お疲れ。ありがとうございます。あの舞台で戦ったっていうのは事実だから、これからや。うん、そうですね。なんだろうね、この、YouTube でその辺はどこまで喋ろうかっていうのはあるけどさ、あのファイターとしての、大輝のこの気持ちももちろんわかるし、ただこっちのこのセコンドとしての目線もあってさ、俺的にはやっぱあの舞台戦った人間をさ、卑下することは俺には何もないわけよって話ね。俺の立場は。ただファイターとしてはやっぱ勝たにはしゃあねえんだよっていう気持ちもわかるっていう。どっちもわかる。ただ、より初めてこう日本代表してみたいな、世界トーナメントにやっぱ出たんで、気持ち的にやっぱそうっすね。多分、自分がそう、選手とかじゃなかったら、何やってんだよみたいな、思うかもしれないじゃないですか、やっぱり一般、自分が一般のその目線だったら。そうだね、一般目線、いろんな目線があるよ。日本代表何してんだよみたいな、あると思うんで、そこはちょっと申し訳なかったなとは思いますね。でもあの場で戦ったのは事実だけど、難しいんだよな、この立場によって見方、言い方が違うからさ。なんだ、結局勝てへんのかいっていう人も言うし、でも、あの場に立てただけですげえっていう人もいるし、シンプルに自分はでも出るだけじゃ意味なくて、ここで勝ちチャンピオンになるためにやってるじゃないですか。なんでしっかりこれを受け止めて、本当にまた強くなるしかないんで、あんまりへこみますけど、それは悔しいし、へこんでる時間も無駄かなというか、だったらもう強くなるためになんかより考えていこうって感じなんで、そうだよ、結構前向きですね。結果成長ってそれの繰り返しじゃんって、ただ頑張りますとか反復しますっていうのは逆にそれは思考のない話だけどさ、それによってちゃんとじゃあ何が必要かとかさ、今回、間近で見ていろいろ思うこともいっぱいあったから、やる限りは現実的に積み上げていくだけだよね。一流になるやつはどんな手を使ってでもこう這い上がっていくやつだからさ、今まで A 級の選手たちには勝ってきたけど、今だからその S 級のやつらにちょっと、S 級の選手たちに今弾かれてるから、そこを超えるってことはちょっと人間離れした強さを身につけねばいけないから、頑張りましょう。では次行こうか。で、今回のちょっと今回のスポンサーさ様をやって紹介します。まずパンツなんですけど、パンツはおなじみなんですかね皆様おなじみおなじみというか、宮島マネージャーに自分もパンツの方やってもらってます。で、今回メインスポンサーの方で株式会社アドバンティア様、手足の人材派遣会社さんですね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、次バベル様、鈴木さんも前回ついてもらってました。ついてもらってる。私も、バベルディーバさんね、手足の松葉にお店があります。キャバクラさんですね。キャバクラさんですね。はい、あざす。池鈴木さんとは行ったことありますけど、また行きましょう。はい、お願いします。うん、で、レベリオンとフレイヤ様、こちらもちょっとこれあれだね、はいはいはい、オッケー。松葉にあります。何のお店？
キャバクラさん大好きだね、キャバクラ自分はそんなにいかないんですけど、キャバクラ大好き、本当にありがたいですね、応援していただいて、うん、またこっちは行ったことないんで、うん、また鈴木さん行きましょう、行きましょう、はい、皆さんもぜひ、又吉来た時にはぜひよろしくお願いします。おうす。でまあこれ自分の、まあ、メインスポンサー、年間というかメインでスポンサーしてもらってるんですけど、まあ、株式会社ファンテックス様、ファンテックスさん、まあ、ブライダル関係とかの映像だったりとかの会社ですね、うん、あ、そうですね、うん、まあ、はい、あとはあれだね、ジムの講演をしてくださってるのと、まあ、あとは、はい、ブルテリアさんと、そうですね、このショーツはブルテリアのショーツを今回もショーツで作ってもらいました。うん、いい感じでジャパンとか、ジャパン大体のデザインはちょっと自分で色とか決めてるんですけど、うん、今回は黒でシンプルに、まああれだよね、あの私もブルテリアさんサポートしていただいてるし、あのまあ盆栽というか、あのサトシ・クレベル・マルキーニョス、はい、ね、秀樹さん、内山くん、匠くん、そうですね、それみんなね、まあブルテリアファイトチームの一員ですね。はい、お次で、この T シャツ、今度 T シャツもスポンサーさんなんですけど、うん、まあ、バベルさん、バベルディーバさん、はい、まさきパンツもあのスポンサーしていただいたんですけど、うん、トゥヤシは松田のキャバクラさんです。はい、にっこりで、まあパンツにあったんですけど、ファンテックスで、あとはこのトゥヤシにいる方は結構知ってるのかなと思いますけど、うん、バンブージョッキー、ガーリックシュリンプ、そう、キッチンカー、うん、キッチンカー、黄色いアメリカのスクールバスで、めちゃめちゃ美味しいです、うん、みんな大好きですよね。そうだね、ガーリックシュリンプといえばバンブージョッキーです。イエス、はい、皆さんぜひ機会があれば、うん、あのまあインスタのアカウントもあるんで、あのぜひよく食べます。そうですね、貼ってもらえれば、あのリンクかなんか、リンク、はい、アカウントっていいですか、貼、うん、っておきます、よろしくお願いいたします。はい、まず株式会社堀美さん、うん、まあおなじみ、おなじみ、あの、はい、セコンドに、私鈴木のセコンドにはよくついてくださるというか、まあ基本的についてる方ですね。あのクレベルたちにはお兄ちゃんって言われる本当に、そう、ちょっと背格好に似た人がいたら、その人が堀美さんです、うん、そんな感じかな。はい、まあ、あと T シャツはそうですね、まあ、パンツと一緒でサポートしていただいているブルデリアの T シャツです。イエス。本当にオブリガードですよね。オブリガード、なんでそこでなんでポルトガルへね。まあ、でも本当にあのたくさん の,、うん、あのサポートがあって、こうやってあの、まあ、戦いに集中もできてるし、うん、あのまあそうですね、本当に集中できてるんで、うん、まあ、本当今回もありがとうございました。まあ、あの次はしっかり結果でお返しできるように頑張るので、あの、まあ、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、以上、うん、シンガポールからでした。シンガポールから、内藤大輝をお届けしました。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、締めの一言を何か、内藤選手よろしくお願いいたします。じゃあね、シンガポールですか。うん、シンガポール、そうですね、シンガポール、うん、目がちょっとまだ1日ありますもんね、この試合が終わって。うん、昨日金曜日が試合で、今日土曜日なんですけど、帰るのが日曜日なんで、まあ日曜日の6時フライトだね、朝なんで、まあ1日は結構ゆっくりできるんで、まあこの後はちょっと鈴木さんとシンガポールをゆっくりブラブラしようかなと思ってます。イエイ。はい、以上です。以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。